でこの公園の上がありのまますぎない？そうなんだ、カメラ回ってるとはいえやばい。これがいつもの千葉エリセット。そうです、すいません、汚くて。そして本日のエリシカには一人きりのイベントを心配して、千葉さんは何か好きな動物とかいますか？めっちゃ言われます、ね、いつも全然違くてめっちゃ言われます。おはようございます。おはようございます。めっちゃアイスティー飲んでる。おはようございます。おはようございます。今日はちょっと、はい、いつもと違う場所にいるけど、はい、特別な回なんですよね、今日は。そうなんですよ、千葉ヤギ初のファンミーティングをします。やばい、めっちゃ楽しみですね。楽しみです。直接ファンの方に会えるのって久しぶりですか？交流みたいなのは。でもこの間初心者の私会とかはしたので、でも、うん、あのやっぱ久しぶりに3年ぶりとかに会うファンの方とかもいたので、こうやって、そうなんですよ、こうやってなんかファンの方と直接会ってイベントする機会が本当にないので、うん、嬉しいです今回、ね。しかもちょっと AKB のね、本当トップバッターで、そうなんですよ、ね、ファンミーティングが今回エディちゃんで開催されるということで、うん、はい、ありがたいです。 YouTube ではじゃあ今日、はい、たっぷりと密着していこうと思うので、はい、はい、お願いします。お願いします。これ食べていい？いい感じ。まだ朝11時まで朝、11時過ぎたらもう朝じゃない。今日は二人で一緒に来たんですか？ あ、そうです。一緒にスタバ寄って。マジで友達ですね。仲良し。地元で待ち合わせして。え、あ、そんな。はい。あ、家近いんですか？家近いんで近い。で、これはいつもの、あの、ブラックアイスティーグランデサイズでカップだけベンティーサイズにしてくださいって言って氷を上まで入れてくださいって言ったやつに。朝から重ため の、 あの注文。なんか食べてる絵ばっかりになりそう。ずっと食べてる。でも最近頑張ってるもんね、うん、今ダイエット期間中ですもんね、はい。え、すごいストイック。めっちゃドーナツに、うまい、やばい、変すぎる。組み合わせがやばい、だから変色って言われる。これがいつもの、はい、でもなんか最近コメントで、あの美顔器はシミになるからやめた方がいいよっていうコメントが、謎だったんですよ、そのコメントが。そう、あったんで、なるのかな、どうすればいいのかなっていう。確かに、どうすればいいんですかね、美容に詳しい方教えてください。確かにコメントください。それいつも現場で毎朝必ずやる？やってます、はい。これは忘れた日はマジで落ち込みます、うん、あ、そうなんだ。なぜこの机の上がありのまますぎない？そうなんだ、カメラ回ってるとはいえやばい。これがいつもの千葉エリセット。そうです、すいません汚くて。真帆ちゃんよりはコンパクトですね、うん、真帆ちゃんよりは綺麗。そうマジで、なんか謎に荷物が多くて、うん、真帆ちゃんは、うん、なんかカバン3つとか、ね、何持ってきてんのレッスンにみたいな時とかもあるし。確かに突っ走ってからさ、太い幅が広くなったの。いや、痩せたからだよ。痩せたから、うん、だってもっと目重かったもん。え、そうだよね、うん、目重かったし、やっぱここがすっきりした。した？うん。今日食べたものって言って写真と全部送られてきます。え、すごい、パーソナルジムの先生みたいな。でもなんかこの前、うん、一回食べたものが送られてきたんですよ、うんうん、それなんかと言いたいところですが、実はみたいな。数をごまかして私に送ってきてて、プチシュークリーム3個って書いておいて、本当は7個食べてたんだっけ。朝3個食べて、朝の日に7個食べて。あ、めっちゃ食べてる。え、それさ、計1袋全部食べてない？そう、1日でね。え、そうで、しかもなんかひーちゃんに、うん、なんか甘いもの食べたいときは和菓子がいいよって言われたらしくて、なんか、あ、じゃあ和菓子を食べればいいんだって思って、なんと食べたものがかりんとうで、うわ、もうかりんとうはダメ、そうっていうのを分かってなくて、え、なんでダメなのって。一番ダメだよかりんとうはって。確かに和菓子の中で糖質一番高い。そう、なんか、あ、ヘルシーなもの食べようと思って毎日夜にいちご1パック8時とかに食べてて、
いちごって糖質やばって思って甘いし。あ、そうなんだ。いちごいいと思ってた。そう、ダメらしいです。いちごやめました。毎日食べてたけど。でもなんかお弁当とかも普通に食べ、ケータリングとかも普通に食べてるよ。食べる。このスタイルなのにそれ食べても太らないんだっていう感じの。ダイエットしてない時とかは最後にメンバー出る時に残ってるお菓子コーナーとか差し入れコーナー全部カバンに詰めてる。一番嬉しいのは弁財天が差し入れだった時。弁財天はパイナップルがめっちゃ美味しい、完熟パイ。やっぱメイクさんはすぐ顔のむくみとか痩せた太ったわかるんですか？めっちゃわかります、でもそう、エリーとかマホちゃんとか、それこそひーちゃんも、一番見てる顔なんで、そこはすぐわかります。今までアイラインは太め長めで引いてたんですけど、最近細め短めにハマってます。すごい、超真逆。こんな身長の変化。絶対短い方が可愛い。あの、めっちゃなんか知らない人からめっちゃ変って言われるので、アイライン。辛い。そう、言われても変えてこなかったんですけど、でも最近のブームは細め短め。へえ、でもエリーちゃん確かに長いイメージあったけど。そうなんですよ、長く。こんな感じです。これが一部の衣装ですね。はい。かわいい。目の部分もめっちゃかわいい。かわいいですね。私チュールがすごく好きなんでチュールの衣装を選んでみました。あと紫可愛くて選びました。色系のものが好きなので。めっちゃ可愛い。首のリボンも可愛い。いいですね。可愛い感じです。編み込みと三つ編みも可愛い。で巻きはコテ多めで巻いてもらいました。コテ巻き多め。岡村さん仕込みの。はい、岡村さんです。大親友。かわいい。顔丸。いや、私そんなにスキッパだけど、そんなにスキッパじゃないよ。これ公務なんだ。うん。それ岡村さんあげればいい。もらいました。話しすぎる。これあげるの？どういう気持ちになるの？なんか裏にも書いてる。ファンの人があの文字を書いてほしい。私の文字の字体を見たいっていう人が多くて、字体を。あ、でもこれは嬉しいかも。なんで樋口一葉さんが全人未到。あ、これかわいい。トーマスかわいい。だってしんちゃんがやばい。サザエさんも結構なんか。サザエさんやばい。なんとかしてほしいんです。もう無理です。これいい。誰これ？ゆうちゃん、これ誰ですか？ジジイです。これ本当に嫌だ。今全体的に人がいるような感じで一席ずつぐらい開けてて、はい、バーッと入ってる状況なので。あ、かわいい。嬉しい。ありがとうございます。すごい。私が描いた歯です。千葉です。千葉。超かわいい。それ上に血が乗ってる。千葉。千葉どっちで描いてもいい。あ、わかりました。ファンの人のクレヨンがいいって言ったらそれでもいいし。どれぐらいで描けるもんなの？でも1分ぐらいで描けます。お願いします。お願いします。エリーシカ、一人っきりのイベントでめちゃくちゃ心配してこの方サポート来てくれてますって言って、私の YouTube のディレクターニットノさんです。ニットノさん基本あの上手の影マイクというか、表に出るというよりは YouTube スタイルの感じというか、で、ご挨拶していただいてる、なので基本影で影なのでいます。ちまゆりちゃんです。お願いします。ちまゆりです。今日はよろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。そして本日のエリシカには一人きりのイベントを心配してこの方がサポートに来てくれました。皆さん欲しいですか？一応見ることでね。千葉さんは何か好きな動物がいますか？私はチンパンジー飼ってみたいです。ニットさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。来てますか？そこにいてもいいんじゃないかと。じゃあ5秒前からでいつもの挨拶でいきますか？はい、じゃあいきますよ。じゃあ5秒前4、3、2。人入ります。この時椅子ないので椅子を全部かけちゃいます。